島 GT を求めてゼスタの新作キャスティングロッドカタパルト、はい、8310番、まあ、8号タックルで中継中も俺よりも庭をかけてもらったわけ、俺は家に巻いてるから何か GT キャスティングをやろうって思ってるの相当久しぶりだけど、120ぐらいかな、はい、ボロボロの天使ですごい飛びますね。え？すごい飛びますね。200だったらもっと飛んでるっすね。気持ちは 100m 飛ばしてるいやけどかなり飛んでますよ。ここから 20m ぐらいあるんだ。下が見えるみたいっすね。はい。北側にも結構あるんじゃないか。向こうがっすか、うん、何個か、はい、あります。それはあれですか、ずっと巻いとくだけなんですか。大体俺はね、面倒くさいから。トッパーの時はまた違うけど、電子の時は大体ラガットと一緒やピンチ入れても変なエラーが出るとついた魚も生きるから、だからあんまり下手にアクション入れないで、ずっとエラーに隠していっちゃう。はいはい、遠いところで 2,3 回スイッチ入れて何となくアピールさせてもらうことはよろしいけど、どちらかというと GT の場合ははい、投げる回数と巻く回数、はい、大きければ多いほどバイトリッジ上がるんじゃない。はい、ただそんだけじゃ、ひたすら投げる、ひたすら投げる、ひたすら投げる。とにかくひたすら投げる、はい、ひたすら巻く、それしかないんじゃない。